今川動画制作所。2024年5月、歌舞伎町のホストクラブが営業許可取り消し処分を受けた。勤務するホストが売掛金回収のために女性客に売春させ逮捕起訴されたことによるものである。このホストは2023年1月、飲食代1000万の売掛金回収目的で女性客に1都5県のソープランドで働くよう指示。女性が働いていたソープランド2店舗も営業停止命令を受けており、ホストの売掛金をめぐるトラブルで営業停止処分が出るのは全国初となる。営業停止か、結構きつい処分っすね。まあ妥当なとこじゃねえか。実際ろくでもねえことしてるからよ。キャバクラもえぐいけどよ、ホストはもっとえぐいわ。お前この間入店してたんだから、その辺知ってんじゃねえの。あ、聞きます？マジえぐいっすよ。まともな接客やってるホストもいますけど、そうじゃねえのはガチでやべっす。まあ大体想像はつくけどな。初回で来た客をまず品定めするんすよ。当然ちゃ当然っすけど、でもそれキャバとかだったら金持ってそう、職業しっかりしてるから長く通ってくれそうとか、そんなとこ見るんですけど、立ち悪いホストは基本風呂屋で稼げそうな女を探します。あ、若くて顔がいい女、顔いまいちでも体良さげな女、簡単に言うこと聞かせられそうな女、それを捕まえてできるだけ迅速に夜の店に落とすわけですよ。すでにキャバとかで働いてる女ならめちゃくちゃ美味しくて。あ、キャバ、それコスパ悪いっしょ。もっと稼げる仕事紹介するよ。信用できる店知ってるし。大丈夫大丈夫、みんなやってるよ。1ヶ月くらいそっち行ってすぐ辞めたらいいって。とか言ってサクッと風呂屋連れてくんですよね。で、辞めさせねえんだろ。当然、今問題視されてる売りかけって要するにツケのことなんですけど、売りかけ50万の姫が体張って稼いで50万持ってくるじゃないですか。そしたらそれ返させない。え、すごい、ありがとう。絶対払ってくれるって信じてたよ。じゃあ今日お疲れ様会だね。とか言ってさらにその日50万ボトル入れさせる。あわよくば100万狙う。つうと結局女の子の売りかけは関西どころか膨れ上がってくわけで、無限ループっす。闇金じゃん。闇金なんすよ。まあわかるけどな。だってその女毎月絞れるからよ。そうそう、返済させちまったら損なんすよね。でホストの方は、お前を信用してっから賭けにしてんだよ、俺裏切ったりしねえよな。とか言うわけですよ。女が風呂屋勤め嫌がったら逆切れる。はあ、お前今月頑張るって言ってたじゃねえか。3本入れろよ。明日から掛け持ちすりゃ全然いけんだろ。彼女なら応援しろよって感じっすね。鬼畜。で、逃がさないためにちゃんと風呂屋に出勤したか見張るし、じゃあ今日も頑張れよとか言って店まで送迎するんすよね。ネットニュースで見たけどよ、教員の女がホストにはまって仕事辞めて、デリだの風呂屋だのやらされて、男の指示で海外の遠征行かされてるって。ああ、あるあるっすね。それホスト同棲してません？してたな。金づるの管理のために一緒に住むんですよね。そんで親が来ても、ああ俺知らねえし、こいつが勝手に金出してくれてるだけなんだって感じで、のれんに肘押し。腕押しな。ホストびっくりするくらい簡単に女の子風呂屋に落としますからね。牛島くんの方がまだ全然優しいっす。あれ以下って相当だぞ。この間も普通の昼食やってる姫が賭けが払えないって言ってきたんすけど、その日締め日だったんすよね。そしたら担当ホストがその姫を新大久保連れてって、あのおっさん相手探してるから行ってきなよ、本番ありで2万だから悪くないっしょ、3回転すれば払えるから、俺は次の客探しとくからさ。で、ヤクザか。さすがに昼食の子だから嫌がりますけど、そこは強気で、お前飛ぶ気かよ、それで俺の彼女名乗る気はーって圧かけるとか。ただの脅迫だろそれ。って俺も言ったんすけど。あ、トー横とかじゃ1回3000円まで値崩れしてんだよ。新大久保連れてってんだから優しくね。
それに風呂屋は研修とかあるし、テクいるけど、立ちんぼは技術いらねえし、爆速で金になんじゃん。だそうです。ナンバーワンになるために自腹切ってるホストもいますからね。金の回収には厳しいっすよ。そういうホストに、引っかかる側も引っかかる側って部分あるけどな。ああ、それもちょっとアレな問題があって。ぶっちゃけ夜のジョーってちょっとグレーゾーンの子多くないです？発達とか境界知能とか。らしいな。この間、ホテルでパパのじいさんやっちまった女もそれで、男に貢がされてたとか？そういう子ってめちゃくちゃコントロールしやすいし、風呂に落としやすいんですよね。男のそれ系のは、組員になるやつ結構いるけど、女はそっちに行くわけか。ただこれ、女の方もしたたかなのがいて、散々飲んだ後で、実は未成年でーすとか言い出したりするんですよね。年格しねえの？偽造免許証持ってたりします。すげえ。これバレると営業停止なんで、マジでやばいんすね。気の弱いホストだと逆に脅されます。つかそもそも、ホストはどっから客見つけてくんのよ。キャッチばっかじゃねえだろ。普通に路上ナンパとかクラブとか SNS とかマッチングアプリとか、普通に仲良くなってからまだ一緒にいたいけど出勤時間だから店来てくんない、俺が払うからさって言って誘うんですよ。でズブズブっと売れなくなっちまったおっさんホストは婚活サイトに登録してたりしますよ。で40から50代のめちゃくちゃ結婚焦ってるけど全然マッチングしねえ女に声かけるんです。金持ってそうな。金持ってそうっつうか真面目に生きてそうな。会社員でもそのぐらいだと老後に備えてそこそこ金貯めてるじゃないですか。そういう女の老後資金を根こそぎ狙うわけっすよ。ホストなんて言ったら聞いてくんじゃねえの？それとも騙して？いや、そこは正直にホストって言うんです。来店させなきゃ意味ねえんで。金が貯まったからホスト辞めて昔やってた美容師に復職する予定だけど、最後に一度店に来てよ。俺のかっこいいとこ見せたいからさ。とか言って店に来させて、あとはいつも通り。俺の彼女。俺この子と来年結婚する予定だから。で店内で紹介して、女の方を後に引けなくして、いつの間にかボトル大量に入れさせられてると。君と結婚決まったら店辞めっからさ、君の紹介記念のシャンパン頼める？奥さんからのシャンパンって素敵じゃん。なんか逆に面白くなってくんな、この流れ。今まで違法じゃなかったのがおかしいくらいの状況だな。でしょ？それと比べると、あの頂き女子の女、あれもホストに突っ込むために詐欺ってたが、あいつはメールだの LINE だけでおじから奥の金引っ張ってたの。すげえな。つーかもう、おじがホストに直接金払った方が早くね？俺もそう思います。でもよ、さすがにホストクラブ自体も段階的に締め上げられてたろ。ああ、これだ。この記事、去年の年末に警察が一斉立ち入りやったんだよな。全国に約1000店舗あるホスクラのうちの約730店舗に警察が立ち入りを実施。うち203店舗に行政処分を行い、5件は営業停止命令が出たと。すげえな。3、4件に1件行政処分じゃん。いやー、でも絶対なくならないっすよ。売りかけ問題、かけってホストが立て替えしてますからね。絶対回収しなきゃやべえし、表面上売りかけって言葉が消えるだけで何らかの形でツケにしますよ。出ないと儲かんねえもん。つっても普通に接客してるホストもいるんだろ？います、います、全然いますよ。客に賭けをさせないすっげえ真面目なホストもいます。俺が言ってたとこのナンバーワンもいい人だったし。でもやっぱ姫を金としか見てねえやつも多いですからね。キャバ嬢とかもおっさんから金引き出しますけど、落ちる限度があるじゃないですか。でもホストの場合はガチで女の子を割るんで、見てんのきついっすね。俺らより人の心ねえよな。うん、ですよね。俺らだって女売り飛ばしたり食い物にしてますけど、ホストってなんかエグさが違うんすよ。完全に洗脳だから。わかるわ。なんだろうな、この嫌さ。この間の悪質ホスト、もっとボコっときゃよかったな。ああ、この間の？そ、この間の。お前がボコったけどよ。足んねえよな、うん。
おいお前ら、ちょっと出るぞ。あ、お疲れ様です。お疲れさんです。なんすか、花丸うどん？じゃねえよ、ニーナの知り合いがホスクラではめられてたんだよ。海外の売りの遠征行かされるらしいから止めてほしいんだと。うわぁ、タイムリーだわ。あ、なんでもねっす。んー、じゃあ行きますか。悪質ホストボコりたい気分でしたからね、ちょうどいいっす。ニート極道が宝島社よりついに小説家。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館、今川動画制作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。